闇の最中で魔女と出会った。パラミティアルールに背いた異端、青の魔女。世界に裏切られたという彼女は復讐したいと俺に語った。俺には関係ないことだ。でも世界が気に食わないのは俺も同じだ。世界が俺に異端の魔女を倒せと命じるなら、逆らってやるのも悪くない。光の戦士は魔女と出会う。そんな出来事は予言にはない。予言に導かれてきた俺の宿命をここから変えていける気がした。青の魔女はメイアと名乗った。その名は海を意味するという。パラミティアの海は魔の領域。魔女に誘われるまま流されたら、俺は闇にでも溺れるだろうか。それとも暗い嵐を越えて遥かな光をつかめるだろうか。魔女は運命を指し示すだけ。怒りをあげてこぎ出すのはあなたの心。さあ、頬を広げ風を捕まえて。ずっとあなたを見ていた私に、誰も知らない世界を見せて。あなたは何を求めていくの？闇のほとりに流れ着けば、あなたはまたボイスに導かれて、かつての旅路を繰り返すことになる。物好きね。過去を振り返っても、時を遡れはしない。失ったものは取り戻せないのに。取り返しのつかないものを取り返せると勘違いするほどバカじゃないつもりだ。それなら何のために行くの？パラミティアでの冒険はそこまで楽しい？そんなに光の戦士になりたい？そう言われるとそうでもないが、今のところ手頃な目標だ。結局ボイスに従うというの？俺が従うと言っても、あいつの方から断るんじゃないか。ボイスは俺を気に入っていない。だとすれば、ボイスはあなたの命を狙う。異端は殺す。それがボイスのやり方で、パラミティアルールでもある。息苦しい世界だな。十分思い知らされてるが。ボイスが来る。消えた方が良さそうね。行ってらっしゃい。かつての道をたどり直せば、あなたは世界の歪みに気づく。そして、
変わっていくでしょう。行き着く先は俺も異端か、あるいは私と同じように希望を譲る国の絶望に取り憑かれるかも。パラミティアルール。戦わない者の名は誰も覚えない。確実に倒す。ちょっとダメだ。時に君たちの名は、なんだ、さあ答えたまえ。君の名は。俺は。ほう、その名を名乗るというのか。覚えておくがいい。君の名前は特別だ。この壊れゆく世界、パラミティアに希望をもたらす英雄、光の戦士の名とされている。この世界はまだ光の戦士を知らない。君と同じ名を持つ者がこれから光の戦士になる。そのように予言されているのだ。まったく紛らわしい。すでに同じ名の者が何人もいる。一体誰が本物やら。しかし残念ながら今はまだ空白。からそう、君たちのことはブランクと呼ぼう。さあブランクたちよ、北へ。北には何がある。従った方がいい。物言いは無礼極まりないが、ボイスは9割方役立つことしか言わない。残りの1割は。嘘みたいなたわごとだ。なんだよそれ。優しく触れてみるクポ。親愛なるセーラー王女クポ。クポ、この者待望の戦士の資質ありと思い、この地に連れてまいりました。これまでの戦功は。まあこの方はわずかな時間で大きな力を身につけたのですね。悪くない。クポ、強さだけではないのです。この者は魔物に襲われていたオイラをわざわざ助けてくれたのです。
まあ、予言の通りですね。その者はモーグリを刺激せず、友として歩む。クッパー、セーラ様、いかがでしょうか。この方が人々のために戦ってくださるというなら、王家は大いなる期待と感謝を込めて支えましょう。もちろんこの方のお気持ち次第ですが。ああ。では王家の祝福を授けます。楽しみに待っていますね、あなたに会える日を。クッパー、セーラ様は遠い土地にいるけど、クリスタルを通して恩人さんに不思議な力を授けた。クッパー、どんな力だ。離れた場所へひとっ飛びの旅の力。その力でコーネリア城のテレポストーンを使うと、セーラ様のもとへ近づける。クッパー。ああ、テレポか。なんとなくわかる。誰だ。ボイスが見張ってるのか。クポ、あんなのと一緒にしないでよ。私はエコー、はじめまして。そしておめでとう。何がめでたいんだ。君は世界に選ばれたのよ。君の運命導いてあげる。そういうのはもう間に合ってる。いろんな奴が俺を導こうとするからな。そうそう、誰もが君の意志を無視して一方的にね。悲しいけど運命ってそういうものよ。だから私も君についてくことになってるの。へりくつだし迷惑だ。そんな格好でつきまとうな。大丈夫よ、君にしか見せないから。じゃあよろしく。クポー、ぼんやりしてどうした。クポ、こいつ何も気づいてないのか。なあモグ、エコーって知ってるか。うん、知ってる。野山に住むという妖精。クポ、旅人が通りかかるとエコーが話しかけてくる。その導きに従って進むと宝物が見つかるって伝説がある。クポ、だけどエコーの甘い言葉に騙されて道に迷ったり獣に襲われたりひどい目に遭った人もいる。クポ、最悪だな。エコーは姿なき声で誰も姿を見たことがないという。クポ、そうなのか。世界は静かに壊れている。クポ、少しずつ音も立てずに壊れているよ。何もかもカオスのせい。クポ、カオス、魔物を操る悪の王カオス。カオスは穏やか和やか安らかが大嫌いだから混乱を起こして喜んでる。クポ、カオス、そいつが俺の最終目標か。クッパ、察しがいい。
行け。堂々と耐えてみせろ。俺の目の前から消えろ。破れた者の声は誰にも届かない。よう、セーラとは話したか。コーランド。ああ、ルーン越しに話した。一つ忠告しておく。女もまた魔物だ。身分のある女は特にな。ガーランドは異端の人クポ。恩人さんは気にせず予言に身を任せるクポ。予言にはあの女も登場するのか。もちろん。セーラ様は光の戦士とクポ。予言は日々変わる。見極めが肝心だ。異端を城に入れるな。異端を殺してしまえ。声が何か言ってな。聞こえないのか。ああ、異端を殺せだとさ。悪い奴ほど正当を主張する。覚えておけ。
ボイス、ガーランド、モグ、セーラ、ブランクたち。他人と話すほどに俺は世界に取り込まれていく。世界の一部になっていくような、そんな気がした。ここパラミティアに来てどれほどの時が過ぎたのだろう。もうわからなくなってきた。モグに聞いたぞ。言い伝えだとエコーについていったらひどい目に遭うんだってな。運が悪い子はそうなるね。私は大抵危ない方に導くし、君なら大丈夫だと思うけど、このまま行くのは楽じゃないかな。この先に何があるんだ？魔物が救う三つの神殿。神殿の奥には大いなる力あり。その力は君の役に立つけど、入ったら無事に戻れないかも。なんならここで引き返したら？引き返せって言われてもな。お前の言う通りにするのは逆に危なそうだ。あ、鋭い。だったら進むしかないじゃない。はっ。